サーブ。じゃあコートこっちで。よろしくお願いします。よろしく。ザ・ベストオブ3セットマッチ、アラヤサービスプレイ。行くぜ。全開で行くぜ。すげえサーブだ。でも取った。重い。去年よりさらにパワーが上がってる。おお、すっげえショットだ。でも丸尾もなんとかまともに返してたぜ。始まったみたいだな。どうも。おう。うるせえ。サーブで1ポイント取っただけなのに気合入りすぎだろ。アラヤ君、ナイスショー。アラヤ先輩、ナイスショー。15インラブ。スピードもパワーも声の大きさも去年以上なのに落ち着いて見える。前の試合で作った打倒アラヤファイルの立ち上がりの悪さは修正されてるんだ。15セカンズ。15秒経過。去年はこうやってガットを直すだけでもイライラしてたのに、集中力をキープしてる。他にもチェックできるところはしておこう。リスクが負えるリターンゲームの早いうちに。よく見て、去年のデータに当てはめて。ワイド。サーティーラブ。そうだ、アラヤ君は手首の強さで直前にコースを変えられるんだ。それにこのサーブはパワーもあるし、エースは諦めるしかない。でも情報収集をやめるわけにはいかない。なんとか帰った。去年はリターンで強引に主導権を奪うしかなかったけど、今は違う。ここは思い切って81分の1のコントロール。おお、すごいところを狙ってきた。さらに前に出たぞ。早い、カウンターが来る。肩が下がる癖が出てないってことはストレート。40ラブ。さあ来い俺。リスクを負った81分の1のコントロールでやられた。しかも来るコースも分かってたのに。これがアラヤ君のカウンター。全国ベスト8の武器。ただコントロールショットを打ったってダメなんだ。タイミングを外したり、オープンコートを作ったり、使いどころをちゃんと考えないと。あとアラヤ君はせっかちだから我慢比べになる展開は得意じゃなかった。あえてペースを落として粘る戦略は通用するか。
スライスでペースダウン。ダメだ、球威を落として粘ってもポイントは取れない。攻撃以外に活路はないんだ。だったら打倒アラヤファイルのもう一つ、テンポを崩すために意表をつく。お、ドロップうまい。さらに詰めた。アラヤも速いぞ。ゲームアラヤ1-0。なんて足だ。でも今のはうまくやれば効果はありそうだ。去年のようにはいかないと思ってたけど、どの項目がまだ使えて、どの項目がどういう理由で使えなくなったかはある程度実証できた。リターンゲームはこんな感じで少しずつ前に進むしかない。行けるところまで行った時、最終的に1回、できれば2回ブレイクできればいい。タイム。こうやってリターンゲームを有意義に使えるようにサーブを磨いてきたんだ。15ラブ。よし。うわ、すげえな。アラヤ並みの速さじゃねえか。いや、アラヤより速いかもしんないぞ。これが宮川に圧勝したキープ力の根源。逆に言えば、これさえ何とかすりゃいいってこと。次はスピンでセンター。アウト。30ラブ。思いっきりリターンしてきた。次はワイドに逃げるスライス。どれ。40ラブ。体勢を崩しながらもまたリターンで強打。思った通り、速球とスピンのギャップで捉えにくいが、返せねえ重量感じゃねえ。いろんな球種のサーブを全部強打して体でタイミングをつかもうとしているのか。俺とは全然違う強引な方法でブレイクしに来てる。だけどそうはさせない。ここまで3ポイントの配球でまだ見せてない。センターへのスライス。どれ。アウト。ゲーム丸尾1-0。よし、まずキープ。やっぱり丸尾もやるな。アラヤ相手にしっかりキープしたぞ。めんどくせえサーブだな。球種と強弱でコースを打ち分けてくる。あの体じゃありえねえスピードなのに安定感まである。とりあえずは一番速いフラットに合わせるイメージで、それ以外は誤差を体で覚えていくしかねえ。ったく、全国レベルじゃねえか。スピードもパワーもねえお前が、去年からまた随分強くなってんじゃねえかよ。15ラブ。あの体格でも戦略や工夫で強くなれるなんて、そんなの認めたかねえが、お前がここまで勝ってきた以上事実なんだろう。でもテニスはレベルが上がれば上がるほど体の重要度が増すのも事実。その事実をお前には埋められない差を今日ここで見せてやるぜ。ゲームアラヤ2-1。俺のサーブゲーム、ここはしっかりキープする。リターンが入ってきた。でもこっちのサーブゲームならいける。左肩が下がった。クロスにカウンター。15ラブ。よし、サーブゲームならカウンターも返せる。互角以上に戦える。すごい、兄貴がアラヤのスピードとパワーに対抗できてる。なんで負けずに打ち合えるんだ。さすがに足の速さで勝っているわけじゃない。だが彼のズバ抜けた分析力に人並みだが努力で鍛えた体、そして優れた目を合わせることでアラヤ君と同じレベルでボールに追いついている。30ラブ。当然パワーだって現状では勝てやしない。だが正確なコントロールで厳しいコースを突くことで
あのパワーボールと同じレベルの攻撃を実現している。これは最初に掲げた全てのボールに追いつき、それをコントロールできれば理論的には負けないという究極の理想に彼が確実に近づいている何よりの証拠だよ。ゲーム丸を。よし、2オールってことは勝てる可能性はあるってことですよね。ああ、ここからが本当の勝負。どっちが先にブレイクするかだ。どっちもブレイクしたいのに一進一退って感じですね。うん、マロウ君は速いテンポで戦いたがる荒谷君の意表をついてコントロールを武器にブレイクを狙っている。片や荒谷君は圧倒的なパワーとスピードで強引にブレイクを狙っている。互いに決定打を探ってるんですかね。だがこの流れはちょっとまずいかもしれないな。よっしゃ、ゲーム荒谷 4-3。 なんだろうこの違和感。まさかこいつ。キープはしてるのにポイントは押され気味。テニスは同じレベルでできてるはずなのに、なんでだろう。特に決定的なポイントで取れてない。競り合っても最終的に取れないのは運が悪いだけなのかな。過去のデータを見直して何か分かればいいんだけど、コートチェンジの1分半じゃ。そういえば去年の荒谷君にあったクロスを打つときに前傾になる癖は修正されてる。これが何か関係あるってことはないよな。おい諭吉、去年丸尾が荒谷に負けた時何か特別なことは言ってなかったか。え、ただ実力が足りなかったと言ってただけだと思いますけど、何か気になるんですか。そういえばあいつテニス歴は浅いんだよな。だから分かってねえのかもな、荒谷が左利きだってことが。相手が左利きだとどうだって言うんですか。簡単に言えばテニスは左利きの方が有利なスポーツなんですよ。え、どうして。最大の要因は左利きが少ないからさ。おかげで右利きは左利きと対戦する経験を積みにくいんだ。でも兄貴は去年荒谷と試合した時やりにくいなんて言ってませんでしたよ。じゃあ気づく前に負けたのかもな。去年は圧倒的な実力の差があったからな。なるほど。でも今は違う。実力が拮抗してるだけに小さな違いが大きく試合を左右する。長期戦になればなおさらだ。あいつは分析力があるから気づくとは思うが、こればっかりはな。うん、お、待てよ、ここもここもここも荒谷君のフォアのクロスからポイントを取られてる。フォアのクロスに俺のバックハンドが追い込まれてるんだ。相手が左利きでもないとフォアのクロスをバックで返す機会なんてない。だとすれば荒谷君が左利きってことが違和感の正体。でも左利きのフォアと右利きのバックってそんなに違うのか。ボールの軌道はあまり変わらない気がするけど、荒谷君のフォアが特別なのかな。タイム。はっきりした答えが見つからない以上試合の中で探っていくしかない。こっちが有利なサーブゲーム内に左利きのフォアの特徴を見極める。とにかくフォアのクロスは要注意だと頭に入れて。ラブ15。どうやら間違いじゃないようだな。こいつ本当に俺が左利きってことに戸惑ってやがるんだ。確かに右のバックハンドと左のフォアハンドは違う。でもどこが違うんだ。打点？引き付け？いや、そうじゃない。そもそもフォアとバックは全く違うショットなんだ。それをいつものように返そうとしているのが違和感の正体だとしたらどうすれば。15セカンズ。よし、ここは左
左利きのショットに効率的になれるために、アラヤ君の動きをしっかり見て、打つ瞬間に反転した状態を想像する。アラヤ君が前に。ラブサーティ。ここでベースライナーのアラヤが前に。いよいよ勝負をかけてきたぞ。あと2ポイントでブレイク。マルオ、ちゃんと前見ろよ。しまった、今のイメージじゃ視野が狭くなって相手の動きが追えない。そうだ、こういう時こそ視野を広く持たないと。コート全体とアラヤ君を見て頭で考えすぎないように。右利き左利きだけにとらわれず、本能が反応するままに打つ。アウト。ラブ40。また丸尾がミスったぞ。ついにアラヤのブレイクポイントだ。どうしたんだろう丸尾くん。なんか本当にヤバそうだな。まずいな、今本能に任せるテニスはダメだぞ。お前の本能だってお前と同じで左利きのことなんか知らねえんだ。純粋な本能に無理させてミスると逆に苦手意識が刷り込まれちまうことだってある。そうなったら厄介だぞ。アウト。ゲームアラヤカウント 5-3。 アラヤリード。さあ来いや。アラヤがブレイク。ついに均衡が破られたぞ。マルオ、らしくねえぞ、しっかりしろ。よっしゃ、アラヤ先輩、次でセット取りましょう。今のはおかしい、相手が左利きってだけじゃない、俺のショットもおかしくなってる。アラヤ、ここ取って第一セット先取。まだワンブレイク、粘れよマリオ。ここに来て俺のバックハンドの不調、イメージで修正しても視野が狭くなる。かといって本能に任せようとしてもうまくいかない。何かこんな時に役立つデータは。そうか、俺にはそもそも左利きのデータがないんだ。本能的なプレーがうまくいったのは経験やデータが十分にあった時。理性が分かってないことを本能ができるはずがない。左利きはそれだけで武器なんだ。背が高い拓磨さんと同じようにアラヤ君も体自体がテニスに向いている。とにかくこの違和感とバックハンドの不調、早く何とかしないと。15ラブ。ここでエース。思い切ってセットを取りに来たぞ。ワイドにスライス。サーティーラブ。そうか、今までサーブも右利きの逆くらいにしか考えてなかったけど、サーブこそ左右の差が一番大きく出るショット。特に今のワイドへのスライスはコートの外に出されてバックハンドで打たされる。ただでさえバックハンドがおかしくなってる時に。またバックハンド。アウト。フォーティーラブ。完全に狙われてる。悪いが弱点は徹底的につかせてもらうぜ。さあ来た、アラヤのセットポイント。アラヤさん、一本で決めましょう。マルオ君、頑張って。落ち着け落ち着け。ここで取られたら一気に持っていかれそうな気がする。頭を整理するんだ。問題はアラヤ君の左利き特有のショット、特にサーブとフォアのクロスはカーブがかかったように外に逃げる。それを俺がバックハンドで返せなくなってる物理的要因。そして原因はそれだけじゃない、本能的なプレーでミスしてからバックハンドに自信が持てなくなってる俺の心理的要因も。物理的要因と心理的要因、一気に解決できるのか。無理ならどっちを優先する。少しでも効率的にいかないと。もう崖っぷち。15セカンド。そうだ、俺はもともと根拠のない自信なんて持てるタイプじゃない。頭でちゃんと物理的要因を解決できなきゃ心理的要因である自信も持てるはずがない。考えろ。サーブはまたバック側に来るはず、
右利きのサーブとの違いをできるだけ細かく分析して、予想した打点を微調整しながら体で覚える。左利きのサーブはどのくらいバック側に切れるのか。ワイドのスライス、まずは歩幅1歩分外、ボール3個分前のイメージ。まだ足りない、でも帰った。さあ来い、左のフォア。左のフォアは右のバックよりボールは伸びてくる。打点は少し前で捉えるイメージで、いつもよりワンテンポ早く。右奥を狙ったのに真ん中に行った。まだ振り遅れてる。左のバックを返す違和感は少ない。やっぱり問題は左のフォア。ここだ、もっと早く。よし、今のパターンは、さっきからずっとエースでやられてるフォアのクロスの後のストレート。ファーストセット、ウォンバイアラヤ、カウント6-3。おお、アラヤが第一セット先取。やっぱりアラヤの方が一枚上手だな。丸尾も結構やると思ったんだけどな。やられた。でも今ならまだ違和感の問題点は修正できる。必ず何とかしてみせる。これが左利きのフォアのクロスにやられた理由、やっと分かってきたから最後に返せた。その証拠に、いつもエースでやられてた次のストレートがあと一歩で返せそうだった。リターンゲームであそこまで踏ん張れたんだ。次は絶対キープできる。悪化の一途からなんとか踏みとどまったぞ。意味が分かんねえ。ハイレベルと言われてる神奈川のファイナルだぞ。ここまで勝ち残る奴がなんで今さら左利きにうろたえてんだよ。いや、あいつもそうだったか。すいません、タイブレークって何ポイント選手でしたっけ？え、君知らないの？試合では初めてなんです。早すぎる成長ゆえのアンバランス。イケほどじゃないとはいえ、今のお前の成長スピードは侮れない。今のうちに叩いておかなきゃなんねえ。とりあえず左利きに対する理屈は分かった。俺の現状は今でギリギリ。でも優位に立てば攻撃に選択肢が持てる。よし、行くぞ。さっきまで左利きに戸惑ってたやつがもうこれかよ。まあいい、そんな小細工こっちはもう慣れてんだよ。おら、次回のベイビーステップは選択肢と爆発力